ホワイトベースの二宮です。今日は ABS の話をしようと思います。 ABS、はい、アンチブレーキロックシステムですね。アンチブレーキロックシステムとかアンチロックブレーキシステムとかね、いろんな言い方がありますけども、いろんな言い方って2種類やんけって感じですね。どっちだっけ、これです。はい、これが ABS のセンサー、センサーっていうかね。でこれが、ピックアップがですね、この辺にあるのかな、ケーブルあるから中にあって、で、この刻みをですね、車輪の速度信号として拾ってます。この刻みの方が磁石であるケースと、センサーの方が磁石であるケースがありますけども、両方ともこう、その磁界の変化で拾ってますので、どっちかにこう鉄粉つきますので、たまに掃除してやってください。はい、じゃあ寒いので中入りましょうか。はい、ABS っていうのは一体じゃあ何かっていうとですね、はい、タイヤがロックして滑らないように、タイヤロックというのはブレーキをギャーって握った時に、止まってるうちはいいんですけど、でそれを強く握りすぎるとですね、タイヤがカチッとロックして、滑り出すっていうのは分かると思うんですけども、で、そうなると非常に危険なので、そうならないようにするためのものが ABS となっております。はい、でじゃあどういう制御をしているのか。まずタイヤっていうのはこう回転しながら止まった方がよく止まります。はい、タイヤガチッと固定してザーッと滑らせるとですね、より長い、制動距離、というんですけども、を要します。はい、制動距離、停止距離かな、を要しますね。はい、なんですけど、それが、100% 滑り率 100% が完全スリップしている状態で、全く滑ってないの 0% とするとですね、だいたい 20% ぐらいが一番こうブレーキよく効く、タイヤの滑り率 20% がブレーキ一番よく効くっていうものなので、ブレーキをギューって握った時に最大限こうブレーキ効いてるなっていうところで、微妙に絶妙に保持できたら一番だなというのがですね、ABS の発想です。はい、で人間手でやるとどういうことが起きるかっていうと、例えばこうブレーキ走ってる時に急ブレーキギュッてフロントだけで、ギュッて握りました、リアでも踏んでもいいんですけども、とりあえず分かりやすくするためにフロントだけギュッて踏みました。でうわめっちゃ効いてるってギュッて握ってって、である一定のところを過ぎるとつるってくるんですね。つるってきたらおやべってこう手離す、そうするとまた滑りが滑らなくなって、またブレーキ効いてくる、で、またもうちょっと効かそうとってギューってまたつるってきておっとって戻すってやるじゃないですか。やるかな分かんないけど、その滑るか滑んないかぐらいのところを微妙にこう思いっきり握るときはですね、 ABS なし車の場合は調整しなくちゃいけないっていうのは分かると思うんですね。でそれを、センサーと、演算によってですね、制御しているっていうのが、ABS のことです。 ABS なんですけども、で、3つ ABS には機能があります。圧力を加える、はい、そして加えた圧力を保持する、はい、そして保持した圧力を今度減圧する、はい、というですね、そういう3つのプロセスがワンセットになってます。でそう、僕ねあんまグラフとか書けないんですけど、じゃあ車体の速度、ブレーキかければ車体の速度がギューッと落ちてきます、で、じゃあタイヤが滑っちゃったらどうなるか、落ちてきた速度が今度こう落ちてきた速度がですねちょっと横ばいになるんですね。ブレーキ効かなくなるからシュッ、 その時に車輪の速度とズレが生じます。だからこいつは、これ ABS ついてないですけども、それを感じ取ってあ滑ったなってこう思うわけですよ、はい、そうするとブレーキの圧力を減圧してやる、でギューッと効かしてって、あ今滑り率 20% ぐらいで最高潮で効いてるなっていう時はバルブを閉じて保持というものをします。その圧力をずっと保持します、はい、で滑ったら減圧して、ブレーキの圧力を緩めてやる、はい、で今度緩めすぎちゃったら
またあのスリップ率があの、まあ、20がいいとしたらもう、 あのもうちょっともっともっと下がってしまうとですね、あじゃあもうちょっと強くブレーキかけてやろうってことで加圧される。でこんな感じでだんだんこう効いていくわけですね。で今言ったようなブレーキをギューッとかける、ブレーキがギューッとかける、車輪速が下がって加圧、ブレーキのマスターシリンダーの圧力が加圧されていく、あ 20% 滑り率最高だ、保持する、あつるって滑ったなって少し減圧する、減圧しすぎたなといってまた加圧する。でこの加圧、保持、減圧、これをですね一つのサイクルとして、大体、まあ、100分の1秒とか1000分の1秒とかですね、そのぐらいのスパンで、制御を行うというのが ABS なんですね。だから ABS 聞かしたことわかる、ある人はわかると思うんですけど、 ABS 聞いてギューって逃げるとですね、こうビュービーって言うじゃないですか、ビーってこう振動すると思うんですね。で最終的にはこう人のその乗り手のですね意思によるものなので、ビーって来てもさらに握り込めばそれ以上効かすことはできます。はい、あの絶対的なそのフィードバックではないので、それは破ることもできるんですけども、あのビーという振動、はい、ものすごい振動ですよね。あの振動の一個一個がさっき言った加圧、保持、減圧、加圧、保持、減圧っていうのを続けている、繰り返しているというものなんですね。つまり皆さんがあの思いっきりブレーキかけた時に、おすげえ効いてる、お滑った、ちょっと離そうっていうのはあのビーなんですよ。あ効いてる、滑った、ちょっと離そう、あ効いてる、滑った、あ効いてる、滑った、ちょっと離そう、っていうのをめっちゃ早く言うとビーになるんですね。はい、それがABS です。はい、でこれもまたね、あの ABS ってその ECU ってエレクトリックコントロールユニットっていうんですけども、それであの制御してますが、あのこれもいろんなものがあって、僕の記憶がさ確かであればですけど、 ABS が最初に二輪についたやつは BMW の K100RS だったような気がします。すっごいでっかいポンプついてましたよ、あれ。もうそこに ABS でドーンって書いてあって、うわこれが ABS だ、かっこいいっていうようなですね、なんかすごくこうなんか昔の SF チックな形をしてて、ただね聞かしたことは一度もなかったんですけど、でそれがあの、まあ、CBR だとかあの、まあ、ビッグスクーターとかにも搭載されるようになったんですけども、あのいろいろ ABS 君も進化してます。はい、例えばさっき言ったように車体速度と車輪のスピードですね、でそうしたもののこうズレで、拾っていくわけなんですけど、じゃあバイクタイヤ2個しかない、ね、段差ポンって拾ったりするじゃないですか。走ってる時にこう段差舗装とかってポンポンポンってなったらどうなるかって、その時に ABS 効いちまったりとかですね、あったんですよ昔は。でもまあしょうがないですよね、道路の方がいろいろあるわけだから。でそういったものを、じゃあこれは段差だよって、ね、これはブレーキ滑ってるよって、どこで判断したらいいんだよ、非常にこう難しい。なので今の ABS はかなりその辺は優秀になっているはずです。はい、まあ、オートバイの方はですね、あの ABS だけでやれてると思うんですけども、もっとあのもうちょっとその発展した話でトラクションコントロールっていうのがあるんですけども、あの四輪車とオートバイのトラクションコントロールって非常にこう違うんですね。四輪車の場合だとトラクションコントロールっていうのは、まあ車体エンジンタイヤが滑った時に、まあ、あの出力を抑えるということでエンジン側の点火制御を行っているのプラス、さっき言ったように ABS ですね、を利用することによって、車輪の滑りを防いでいるんですけども、オートバイの場合はですね、トラクションコントロールと ABS って両方とも独立して動いてます。で、まあ、ちょっとあの気になったんで、あのチラチラとメーカーサイト見て説明見てみたんですけども、やっぱトラクションコントロールのところに ABS の記述があるとかなかったですね。はい、あの国内メーカーですけども、はい、まあでもこれから先になってきたら、あの未来になってきたらですね、まあ未来っつってもあの今度のモーターサイクルショーで出るかもしれないですけども、まあ、新しいトラクションコントロールっていうのが、あの、まあ、ブレーキシステムとどんどん連動していくんじゃないかなと。であと、まあ、先日紹介したようなエアーツ関係ですね、そうしたものも全て、計算した上でよりスリップしないオートバイができていくんじゃないかなと思います。でちなみにあのオートバイっていうのは非常にこうスポーツ性が高いモデルが
多いですね。スポーツ性が高いというのはそのサーキットぶっ飛ばすって意味ですね。あのタイムを競うとかですね、通常の乗り方ではないわけですよ。要は速く走るための制御っていうのをですね、好む傾向にあります。で、反してですね、四輪車っていうのはもちろんそういうモデルもあるんですけども、あの速く走るためというよりは安全を担保するため、安全を確保するためっていうためにそういう制御を使うという、まあ、これは本来なんですけども、本来はオートバイも基本的にはそういうことなんですけども、あのそういう制御になっていくという方向性にあると思います。ただオートバイの方はですね、やっぱあの走行モード A スタンダード B みたいな感じですね、変えられたりっていうのはやっぱ乗り手が加速感を楽しむためっていうのが非常にこう強いと思うんですね。だからあの加速感もそうなんですけども、よりタイヤを滑らないようにするためですね、今後そうした ABS 等の進化っていうのがですね、続くんじゃないかと。昔から ABS ってあるんですけども、あの最新の ABS とですね、昔の ABS っていうのはもう中身があの丸っきりではないですけども、あのかなりこう違いますので、あのどういうセンサーで、どういうものを拾い上げて、どういう演算をと制御をしてですね、車体にフィードバックしているのかっていうのをですね、考えながら、あの、まあ、今度3月にモーターサイクルショーありますけども、あのそういうのを見ると非常にこう楽しめるんじゃないかなというふうに思います。はい、正直あの車に比べてオートバイって30年ぐらい遅れてるんで、まあ30年以上かな、まあね、FI 化したのもここ10年内ぐらいじゃないですか。で、ね、車なんてもっと前からそういうのやってますけどもこれからオートバイっていうのは本当にこれから大きくこう進化、まあ、今もすごく進化してますけども、あのしているものなのかなというのはですね、本当最近よく思います。はい、まあ、その分高価になっちゃうところもあるんですけども、高価のオートバイで培った技術いいですか、あの新しい先進の電子技術で出た時が一番高いんですよ。はい、むちゃくちゃ高いです。昔の ABS200 万とかですよ。はい、でそうしたものがですね、最初に高いものが出て、次にフィードバック、それにあの廉価モデルにフィードバックされると、どんどん当たり前のものになっていくわけですね。で今ではもう250にも ABS ついてますし、もちろん表には出してないですけども、トラクションコントロール的な機能もおそらくはもうすでに入っているはずです。はい、で、そうしたものをですね、僕自身非常にこう楽しみに毎年新しいモデルを見てます。あの買ってません、はい、見てますけども、はい、であります。はい、というわけで今日は ABS の話をさせていただきました。はい、皆さんのですね、あの、まあ、ちょっとした豆知識になれば幸いでございます。はい、ホワイトベースの翔平でした。ありがとうございます。